オーガスタの市街地オーガスタは、アメリカ合衆国メイン州の州都、同州中南部、ケネベック川の腰に位置する。州の最大都市ポートランドの北東約 88km、ボストンの北東約 258km に位置している。人口は18,560人である。1607年9月、最初にこの地に足を踏み入れたのは短命に終わった。 ポップハムコロニーのイギリス人だった。1625年にプリマスコロニーのイギリス人、入植者がこの地に公益通商所を設け、この地に住み着いた。1771年に一部がハロウェルという町名で正式な町となった。1797年2月にその上流の地域がハリントンという別の町として成立し、同年8月に現在のオーガスタに改名された。 1827年にオーガスタは正式にシュートになった。しかし、1832年にメイン州会議児童の庁舎が完成するまでは、集会はポートランドで開かれていた。1849年にオーガスタは市に昇格した。オーガスタは北4 4度1 9分25秒、整形6 9度4 5分45秒。 北緯44.32361度成形69.76250度、44.32361-69.76250に位置する。全米50州の州都としては最も東に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、オーガスタ市は総面積150.9平方キロメートルである。このうち143.4平方キロメートルが、 陸地で7.5平方キロメートルが水地域である。総面積の4.98%が水地域となっている。市の玄関口となる空港はダウンタウンの西端にあるオーガスタ州立空港である。ボストンのローガン国際空港への便が発着する。ボストンまでは車でも所要3時間ほどなのでローガン国際空港から車でオーガスタを目指すこともできる。 オーガスタには、週刊高速道路 I-95 が通っている。I-95 は、大西洋岸の主要都市を結んで南北に走り、マイアミに至る幹線である。グレーハウンドと提携しているバーモント交通のバスディーポもあり、ボストンに通じている。また、ニューヨークからグレーハウンドの直行便もある。アムトラックの駅はない。2000年現在の国勢調査で、 オーガスタ市は人口18,560人、世帯数8,565、4,607家族が暮らしている。人口密度は129.4人平方キロメートルである。66.1件平方キロメートルの密度で9,480件の住宅が建っている。同市の人口構成を人種別に見ると白人96.21%、 アフリカンアメリカン0.50%、ネイティブアメリカン0.48%、アジア人1.35%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.16%、および根結1.30%である。人口の0.86%はヒスパニック、またはラテン系である。同市の8565世帯のうち18歳未満の 子供がいる世帯は24.3%、結婚、同居している世帯は39.1%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は10.9%、非家族世帯は46.2%である。単身世帯は38.3%、65歳以上の老人一人暮らしの世帯は14.2%である。世帯の平均構成人数は2.10人。 家族の平均構成人数は2.77人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳未満20.5%、18から24歳8.7%、25から44歳28.3%、45から64歳24.8%、65歳以上17.7%となっている。年齢の中央値は40歳である。 生費は女性100人当たり男性89.9人である。18歳以上では女性100人当たり男性87.5人である。同志の世帯の収入の中央値は29,921ベードルであり、家族の収入の中央値は42,230ベードルである。収入の中央値を性別で見ると、 男性31,209ベイドルに対して女性は22,548ベイドルである。同士の一人当たり収入は19,145ベイドルである。人口の15.0%及び家族の11.4%の収入は貧困線以下である。18歳未満の19.2%及び65歳以上の9.8%は 貧困戦以下の生活を送っている。U.S.Gazatia Files 2010, 2000&1990,United States Census Bureau,http://www.census.gov/.go/.www.gazetter.gazet.html2011、e e、年4月23日閲覧 ありがとうございます。